I bought a bunch of chips, and I got lots of beverages. I am ready for a cinematic experience with my friend. This first cutscene is where Yagami used to be a lawyer. This happened in the past. さようでございますか。もちろん私どもがお力になります。ああご安心を。え、ああうちの八神をですか。いや大変恐縮なんですが、彼は先々まで手いっぱいでしてね。いつまで続くんだろうな、この八神人気はよ。なあ、沙織ちゃん。源田法律事務所です。ええ、八神は弊社の所属弁護士です。またご指名か。みんな無罪取れる弁護士がいいんだとさ、八神先生。参っちゃいますよ。あの裁判はまぐれもあったってのに。はっ、当たり前だろ。判決の 99% が有罪ってんだ。まあだからまぐれだろうが無罪ってやつはでけえ。取った弁護士はヒーローよ。元がゴロつき上がりでもだ。ですね。ですねってお前、いい気になってんじゃねえぞ。なってませんけど。そういう態度には見えねえな。あのな、勝てるばっかじゃねえんだ。俺は先輩としてお前に聞いてんのか。ご忠告ありがとうございます。どうしてもということでしたら、うちの新谷が空いてます。八神より経験豊富な弁護士です。聞いたか。お前のおこぼれが回ってきそうだ。いちいちうるせえな。そんな本当ですか。まあその点新谷なら。ええ、無罪。でもそんな、無罪は取ったことないですね。めったにないことですから。ご存知ですか、日本の裁判の有罪率は 99.9%。 とんでもない数字ですよね。え、ああどうしても親神を。なんだよやってらっしゃ。みんなうるさい。はい、ええ、本当に間違いないんですね。わかりました、伝えます。どうした。八神先生に弁護の依頼です。だろうよ。依頼人は大久保新平。ふん。は？大久保新平って八神が無罪にしたあの？殺人で逮捕されたそうです。いやだからその事件は俺が。前のとは別なんです。ついさっき大久保が包丁で恋人を刺した後、ガソリンで火を。なわけねえだろ。恋人を刺したって、大久保君が恵美ちゃん。そんな、なんでだよ。犯人の身柄を確保。待て。
あの日、弁護士としての俺はエミちゃんと共に殺された。連続殺人鬼大久保新平の手によって。 Now we're about to see Yagami in the present time. And nowadays, he is a private investigator. お前も探偵って言ってたな。名前は今更名刺交換でもないだろう。八神だ。神室町の八神探偵事務所。ほら、金渡してくれ。手間賃込みで15万。お互い紳士的に行こう。ふざけんな。こんな取り立てあるか。訴えてやる。おい、おっ、訴えるだ。てめえ偉そうに言えた口か。ちょっと海藤さん。なんだよ。何が探偵だ。ヤクザじゃねえか。うるせえ。借りた金返すのにグダグダ言いやがって。っ、はあ、もう諦めな。その人を怒らすとマジで怖いよ。分かった、分かった。いいのか。この金取ってくならマジで訴えるぞ。見ろよ、鼻の骨が折れてる。鼻血が出てるだけだよ。だいたい先に手出したのそっちだろ。いや、お前が先に殴った。訴えたら間違いなく俺の方が。これ弁護士バッジ。お前探偵なんじゃ。どうする、本当に出るとこ出る。でもやっぱ相手が悪いと思うよ。賑やかな夜を楽しむなら神室町はうってつけの街だ。だがネオンの光が眩しいほどその影は暗くなる。この街を牛耳ってるのは東日本最大のヤクザ組織東城会。神室町はディープな場所で刺激的な魅力にあふれてるが、同時に危険も増えていく。例えば遊び半分で盗みを働く若者たちの窃盗団。闇サイトで集まったメンバーは互いに顔も知らないという。警察はまだ彼らただの一人も捕まえられてない。でも最近神室町で最大の話題はこれ。連続殺人。この3ヶ月の間に関西から来たヤクザが3人殺された。抗争中の東城会が見せしめにやったと言われている。3人のヤクザの6つの目玉は未だに見つかってない。そんな町の片隅で俺は探偵事務所を開いている。ただ一人の従業員にして俺の兄貴分、海藤さんは元東城会系のヤクザだ。そして俺は、八神貴之は3年前に法廷を離れた弁護士でもある。
俺の持つ弁護士バッジにはもう飾り以上の意味はない。これ今月分の給料ね。悪いけど残りはまた。お前の取り分か。いやこいつは依頼人に渡す分だし、俺の分はまあそのうち。そっか。また源田先生のとこに行ってみるわ。なんか仕事ないかって。あそこの法律事務所最近暇そうだぞ。ちゃんと仕事してんのか、あのちょい悪親父。うちのお得意様にそういう言い方はやめない。なら古巣だからって手ぶらで行くなよ。菓子折りぐらい買ってけ。ちゃんとカッコつけろ。なんか苦労かけるな。それは言わない約束だろ、お父さん。